はい、竹島水族館は4月1日にリニューアルオープンしたんですが、それと同時にデビューしたニューフェイスがこちら。はい、なんだ。コツメカワウソです。で、名前はまだありません。かわいいですよね。ちょっとこっちに来た。サービスサービス、はい、開館時間じゃずっと人だかりができていました。タオルが大好きみたいですよ。ではここからは竹島水族館館長の小林さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。コツメカワウソ2匹ということなんですが、はい、1匹しか見当たりませんね。はい、あ、こちらはですね、女の子の方で、はい、男の子の方はこの柵の向こう側にいるんですけど、まだちょっとシャイで慣れてなくて出てきてないですね。はい、そうなんですね。男の子と女の子で結構性格違うんですね。だいぶ違うみたいですね。今回はオランダの動物園から持ってきたということですが、はいはい、どうしてなんでしょうか。実は国内 の, あのコツメカワウソたちはちょっと血縁がちょっと詰まっているところがありまして、うんうん、ちょっとその新しい血を入れようということで海外からちょっと入ってきましたね。はい、数が少なくなっているので、まあ、繁殖につなげたい、はい、ということですよね。はい、どうなんでしょう、性格普段どんなところが人気なんでしょうか。あの女の子の方は結構ふてぶてしい感じで、はい、だいぶあのお客さんにも慣れてきて可愛い姿見せてくれるようになってますね。男の子の方もちょっと慣れてくれるといいかなというところですね。そして今名前を募集中だそうですね。はい、はい、来館した人だけが考えて、そうですね、はいはい、実際見ていただいて名前を考えてもらおうということで、はいはい、締め切りは5月12日まで、はいはい、どんな名前が今のところで上がってますか。竹島の竹ちゃんだとか、いろいろな、あの、シンプルに考えればいいのかもしれませんね。皆さん考えてみてはいかがですか。相澤さん、骨沢なんてどうですか。今日せっかく相澤さん中継に行ってるわけだし、いいと思うんだよな。骨沢、骨沢、骨目カワウソと相澤合わせて骨沢。いいと思ってるの多分長井さんだけですよ。いいんじゃないかな。そう、誰も頷いてくれない。あんまりいいとは思ってないかもしれない。いいと思ってない。そうですか、おかしいな。いや、でもすごく可愛かった。可愛さではこちら鳥羽水族館も負けていませんよ。こちらにはですね、ニューフェイス、あら、スナメリの赤ちゃんがいるはずな。あ、いた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 。わかりますか。そう、去年10月8日に生まれたスナメリの赤ちゃん。まだ1年経ってないんですね。飼育員の皆さんが、はい、そうなんです、大事に大事に育てていらっしゃるんですけれども、24時間体制で3時間おきにミルクをやっていた時期もあるんだそうです。今はやっとね、小さな魚を一人で食べられるようになったと、ほっと胸をなで下ろしていました。今私特別にここまで入れていただいているんですが、画面左側見ていただきますとガラスがあるんですね。あ、ちょうど今人が見えたかな。あそこから一般の方は見ることができるんです。そちらから見た映像というのがこちらです。プールがですね、手前と奥に2つあるんですが、手前にはこれは大人のカワウソのスナメリですね。はい、で奥がこれが赤ちゃんのスナメリということなんですよ。